ゲームは誰かを傷つけることを意図していません。すべての機械は架空のものです。実際のイベントとの類似点は全く同じです。覚えておいてください。ゲームで起こるすべては現代の現実の単なる風刺です。なウイルスバトルグラウンズやっていこうと思います。これ大丈夫？左上某バトロワーのロゴと全く同じなんだけど、これ略して CVBG かな。右下に点滴打って、まあ、何かのウイルスかかって入院してるんだろうね。大丈夫？このゲームやってこのゲームどういうゲームかって言いますと、まあ、Steam のストアページでは最初のコロナウイルスオンラインゲームっていう、まあ、名誉なのか不名誉だと思うけどね。人々は家に座って疲れているので、当然のことながら彼らは最寄りの公園で集団散歩に行きます。しかし問題があります。それらの一つがコロナに感染していることが判明し、現在他の市民の安全が攻撃されています。あーはいはいはい、だからこれ感染者から他の市民を守ろうみたいなゲームかな。これらの男の一人を制御してください。感染源から逃げて勝つか、健康な人に感染させて先に進ませないようにしましょう。あ、だからあれ鬼ごっこみたいな、鬼が変わっていく鬼ごっこで、もうさっさと、ね、感染源から逃げて勝つかみたいな、最大16人のスーパーダイナミックマルチプレイヤークレイジーなゲームプレイに飛び込むことができますらしいです。このゲームね、なんとありがたいことに、日本語対応されてます。でオプションの方ではね、言語、日本人です。これバグかなと思って他の言語見たんだけど、他はちゃんとね、あの丸々字とかね、あの英語とかだったらイタリアンとかさ、イタリアーノってなってるやん。で英語に関してもしっかりとイングリッシュになってると。でなぜか日本語だけ、日本人となっております。まあ、これはね、いや丁寧なのか手抜きなのかわからないんですが、まあ早速このゲームやっていこうと思います。はいおい左にちょっとまずいの見えるんだが、まあこれちょっと右から見ていこうか。右からこれなんだろう。あ、じゃあ病気にかかった人とか、なんか宗教の人とか、まあ普通だね。なんかここら辺からちょっとずつおかしくなってきてんのかな。これわかんないけど、プーチン、トランプ、ミッ、プーこれ大丈夫なの？人おるんだけど、これはよくわかる。これ YouTuber かな。これロナウジーニョおるんだけどこれでもなんか最近ツイッターでミームになってるよね。でこれがスパルタかな、格好から。でこれバン様でしょ、まあ、ニコニコ時代思い出しますわ。で、あ、これわかんないわこれ一番やばいんじゃないの多分多分これがね、別の罪になると思うよ。ロゴとかの問題じゃない、あの別の罪になります。これワザップジョルノされると思いますよ。ワザップジョルノはね、3万ポイント貯めないと使えないらしいんで、まあこれゲームで貯めていくと思うんで、まあ目標ワザップジョルノでいきましょう。せっかくだし、俺の髪の色に似たやつこいつの選ぶか。これ人おるん？プレイヤーを待っています。あ、まずここが問題なんだよ。最近てかもうほんと数時間前に出来上がったばっかのゲームだから。おお、人いる。一応最大16人って書いてたけど、8分の2なんだよね、まず騙されてます俺ら。8人じゃん。え、2人で始まるんだけどマジで3、2、1じゃねえ。やっぱ待て待て待て、なんか早速感染した模様。大丈夫これ大丈夫？リーダーに感染俺は一体何と逃げてんのこれ。どうすればいいの俺。あー何か、うわー、あ、ウイルスだこれなんかゲットしよう。時間短縮とかいろいろあるが、アイテム拾っていくのかな。ルールが全く把握できないんだが、急に戦闘が始まって、そして、あ、え？死んだんだが。死んだし、俺どうすればいいの俺。うわーやばい、そんな、密着しないで、あはは、最悪。映されたわ。どうすればいいんだ？何ができんの俺に。これは何？あ、これボム？ボムの飛ばし方がわからない。死んだし。回避行動みたいだけど、スペースでこれ回避行動できるよ。これちょっと逃げ続けよう。で、足も速くなった。なんだこれは。あ、やばい。逃げろ逃げろ逃げろ。追いかけてくる敵が。くるくる。これ足を速くして、足を速くして逃げていこう。あ、くる。足音が聞こえる。うまく逃げよう、うまく逃げよう。来てる来てる。めちゃんこ撃そうとしてますやん。これ、許されんのこんなゲームが。今この、やばい、待て待て待て。これちょっとまずいかもしれない。やられた。これで誰かに感染させないといけないでしょ。あ、これスペースキーで他人にかけるんだ、風を。風を誰かにかけたいんだが、いや、いるいる、みっ、俺のかかって、お願い。
俺のウイルスかけ、よし、かかったかかった、ザマーザマーよし、かけてやったぜ。このゲームは倫理に反さないのか、ちょっと心配になってきたが、俺もこれを実況してるのがとてつもなく怖い。いやー、なんか、あーす、これ、あ、そうじゃないの、あ、めっちゃか、めっちゃいる、めっちゃ、めっちゃ感染おるんだけど、ちょっとソーシャルディスタンスが最悪。何をもって勝利なの、このゲームって。俺の風かかって。よし、かかったかかった、まあ。あー、ジョルノジョバナ、お、こいつもう解禁してんだけど、ちょっと別の罪。ちょ、これ何、自動照準、すげえ。めちゃんこ強いのゲットしたんだけど、自動照準、人人感染の自動照準あるんだけど、天気良くなった。You はクエストノットなんとかかんとか。あ、結構やってる。え、めっちゃ俺キルしてんだけど。7人ぐらい殺したんだけど俺。これランキングあるね。うん。あれ？世界で7人しかやってない、もしかしてこのゲーム。俺トップ9に入ってるんだけど。少しは。スピードが、おえー、で、これサイクロンで逃げると。え、待って、今最強ポジ見つけちゃった気がする。俺を飛ばしてサイクロン、来た、これ行くんじゃない、あー、惜しい、乗れなかった。お前やめて。よし、来た来た、乗れるか。あー、ちょっと遠いな。ジョルノジョマーナ、待って。乗るコツをね、極めないとね、かかるコツじゃない。あの、どれだけグリッチができるかどうかだと思う。生き残れ、グリッチで。で、足速くして、こうやって逃げていくと。うおー。そしてウイルス、いける、頼む、あー、あー、惜しい、今の。頭のいい作戦をしよう。ウイルスは高いところに登ってこれない、それを証明していきましょう。 WHO でもまだそれ紹介してないから。お、来た、これ奇跡、あー、奇跡来ないか、いやー、やばいって、このよ、いけるか、乗れ、来た。はい、ザマー、お前らザマーだわ、これ。あ、俺ら、俺生き残ったわ、俺お前らザマーだわ。一生下でしょうもない争いしとけ。なんか下でアホみたいに固まってるんだけど、これ絶対全員コンピューターじゃない。そんな気がしてきました。何人の人がこのゲームを自宅禁止の間にやるんだろうか。今最も感染者が多いのが確かアメリカかな。11万人とかそんぐらいかかってなかったっけ。大流行よ。でしかも呼吸器疾患になる SARS に近いものがあるからさ、やっぱり重篤な病気になっちゃうよね。怖いよこの病気。だからもう俺は自宅謹慎中はずっと謹慎してました。当たり前ですけど、もう居酒屋に行こうなんて思ってもなかった。だけど、で、心配だったのが俺が好きだったお店が潰れちゃうんじゃないかという心配が一番怖かった。その偽善的な言葉というよりかは、俺がその店が大好きだからっていう理由な。めちゃんこ長い時間生き残ってる。やばい、来た来た来た。めちゃんこ長い時間生き残ってます、今私。やっぱりアイテムを拾わないとこのゲームはダメだ。これキュアを拾っちゃえばなんとかな、これは。めっちゃ俺生き残ってる今。だから そろそろやばいかも。足は速くなった、いいものも。あー、逃げ切れー。相当俺このゲーム上手くなってるよ。あー、なんかかかった。あ、めっちゃある、めっちゃある、アイテムの宝庫。これは拾わざるを得ない。しっかけ、うーわー、なぜか映った、なぜか映った。これ P4 係大変やろな。はい、ラウンド終了。これ勝ったでしょ。あ、死にながら飛んだ。おお、多分これ一番上乗ってるってことは相当スコア稼いだってことだよね。5700、来た、やったやっと乗った。途中撮影からだったけど、やっと乗ったわ。最高の選手ソバルト、プラス1000ポイント、結構稼いだな。いいね。皆さん、とうとう来ました、コロナウイルスバトルグラウンド。ポイント31800貯まりました。ってことはね、こいつが変えちゃうんすよ。ジョルノジョバーナ買いました。あなたを著作権法違反で訴えます。理由はもちろんお分かりでしょうね。こいつを使います。さあ、逃げていこうぜ。俺から改善さかい。最悪だよこの主人公。他人にウイルスをかける能力ってマジ？スタンドも涙目。よし、オッケーオッケー、完成させた。逃がさないよ。移すよ。オッケー。ラウンド終了。はい、ということでお疲れ様でした。コロナバトルグランズ、いかがだったでしょうか。まあ、人によってはかなり不快感を抱いた方がいると思うんですが、それに関しては本当ごめんなさい。代わりに謝らせてください。本当にごめんなさい。ただこういうゲームが Steam にはあるんだよっていうことを皆さんに知ってもらえたと思います。
で、今ね、このゲーム、スチームね、まあ、買わなくていいと思うんですけど、スチームで416円、20% オフで今、販売されてます。で、16日なんで、今日、販売されたばっかのゲームなんで、もし、お金に余裕があって、時間にも余裕がある方がいたら、購入するのもありかもしれません。さらに、プラスで言うとね、ジョルノ・ジョバーナ解除した段階で、もうすでに、私、世界ランキング第1位です。おめでとうと言っていいのかわからないんだけど、不明よ、ただ単に。だってさ、7位の人7キルだよ。多分これ1回やってやめたんだろうね、きっと。でもランキングに乗っちゃいましたよ、と。だから最初はね、生き残ることがメインなのかなと思ったんだけど、ランキングがなぜかキル数っていう意味不明なことになってるんで、まあ、キルをどれだけ人に感染させたら勝ちなのかっていうゲームだったと思います。まあまだまだね、世の中たくさんいろんなゲームがあると思うんで、よかったらね、バトルフィールドの動画も見てください。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。